まあ、まず最初にノーリーをしてテールを先につけて180。でもこの技はノーリーをした時点でもう上半身を先に回し込んでおく。でテールをついたらかかと側に踏むんじゃなくて、どちらかというとつま先側で板を踏みながらズズズズズとずらす感じでやると板がキュインって回ります。これ逆にかかと側にすると逆エッジになっちゃうんで、リズムよくノーリー、テールをついたらギュイって感じでやってみてください。